本人が見てる時の方がいいのかな。だからあ、じゃあ LINE します、本人に本人に LINE しときます、10個。前ゴミをここで分かれますね。あ、12時、4月7日、こんにちは、4月7日。リカちゃん、なんでそんなに可愛いのか教えてください。でもみんなが可愛くしてくれた私のことって感じ。そう、みんなが可愛いって、リカちゃんみたいになりたいって言ってくれるから、あ、私も頑張んなきゃと思って、毎日可愛いをね、アップデートできたらいいなって思います。アップデイ、はい、アップデイ、今日は昨日より、明日は今日より、もっと恋してる、だからいつだって今が一番好きってこと。 V2 のアップデートめっちゃ好きなんですよ。超アイドル曲って感じじゃない？だからめっちゃ好きで、今が一番好きなのと、君は突然つぶやいた、それはどういう意味なのか想像をつかずに消え返した。はい、付き合ってから半年過ぎて、ねえ何がそんな変わったの。ずっとアップデイ、はい、をアップデイ、今日は昨日より、明日は今日より、もっと恋してる、だからいつだって今が一番好きってこと。私この曲が好きで、この曲を B2 公演でやりたかったから練習してたんです、 B アップデート。でもちょっとメドレー変わっちゃってまたギーツかなって。ザ・アイドルソング全力でやるリカちゃんめっちゃ好きそう。もう、いや、アイドルソングは逆にアイドルだからできることだなって思って、もう全力よ、何でもやるかね。こんにちは、こんにちは。その曲名教えて。アップデートです、カタカナで。あ、月曜からよくし、声かわいいから似合うよね。ありがとう。虹の作り方を制服、制服基地風が吹いて砂ぼこり舞い上がる、春の午後を豪邸の片隅、チュチュチュ、スカートの裾君は翻し、走ってくるから僕は照れくさい、校舎の窓で悪友たちが恋の行方冷やかしている、邪魔をするなよ、青いホースで水をまこうか、飛びすぎる行動、確かに僕は君が好きだ、はい、かってくるくる回り水とのように、日差しの中でキラウォーウォーウォーってあるんですよ、日差
しの中できらめく僕の大切なものが俺君にかかる虹になる。虹の作り方はすごいね、好き。ゆうりさんの卒業コンサートで2番の時に5期生がね、ゆうりさんの真後ろにいたんですけど、なんかゆうりさんのね、めっちゃ近くなって、ゆうりさんセンターいるでしょ、この辺にいたの、リカこっちかな。でまさかこんな近くに行けると思わなくて、めっちゃ触ったこっち、そう、前だと、なんか私あんなライブで前行ったの初めてだったから、それもゆうりさんの卒業コンサートにゆうりさんのめっちゃ近くにいて、と思って。 YouTube でアップデートの MV 見てるよ。あ、ほんと？でもちなみに私は違うチームだからいないんですけどね。アイドルソングはいいよね。あとは遠ポスとか遠距離ポスターとか。めっちゃ映ってたから今日も言った。え、リカ映ってんの？卒コンの DVD 絶対映ってないと思ってた。リカ遠距離ポスターね、ライブで絶対一度やってみたい曲だったんだけど、あれは多分そろそろもう若い子の世代交代になるのかな、多分理科には回ってこないのかな。まあ、で私の一番の目標は大きなライブでジッパーのセンターをすることです。彼女になれますかはね、いいよね。てて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 て、あのイントロのとこで、私たちはあなたの彼女になれますか、ティン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 。まさかこんな日が来るなんて思わなかった、憧れてた先輩から不意に声をかけられた、私の名前知ってたことびっくりしちゃう、バスケットのインターハイ応援に来てと周りの友達が林立てるよ、ヒューヒュー、私はあなたの彼女になれますか、涼しい質問ですが聞かせてほしい、これからあなたの彼女になれますか、夢見がちな性格なので教えてほしい、ダメならダメと心の準備させてください。これは冠ライブでシークレットウェポンでやったんですよ。私あれセンターやらせてもらって、でなんかファンの方が個人的にツボな部分があるって言われて、なんかそのイントロでテンテンテンの時に、私たちはあなたの彼女になれますかって言って、あの自分の A メロの歌割りまでテンテンの時になれますかなれますかってこうふざけてたんですよ。なりますかってふざけたのに、急に歌わりで本気でまさかこんなに急なんから、それがそのギャップがおもろかったって言われましたなりますかなりますかってふざけてて、でも急にまさかこんな日が来るなんてって歌ったから、おー歌うんだみたいなあおもろかったですね、楽しかった。チャンスに攻めないと悔いが残るから、ヒューヒュー私はってさ、あれ手挙げるのめっちゃ怖くない？センターの子が私はってやったらみんながこうってやるのめっちゃ怖くない？
個人的にリカティはノースリーブスの曲が似合いそうなイメージ。あ、それはノースリーブスのアンサーが私大好きで、ソロ公演でやりました、エレキギターで。いつかのために愛があるならってやりました。近くにいるそれだけで胸を苦しくさせるものはなんだろう。リカティンってやりました。懐かしい。僕にはそれが一つのアンサー。永遠に君を守りたいんだ。テレテテ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 テみんなのように上手に生きられない。君は僕ら変なとこが似てる。本当は悩んでても不器用で損しても笑顔のまま変わらない。君が好きだ。君は僕らめっちゃ好きよね。でもこれにはね、好きな理由があるんですよ。私がこのソロ公演ができる前は結構定期的にショールームで勝手にワンマンライブっていうのをやってて、一人で全部勝手に作って、あのフェトリとかで、その時に最後の曲が君は僕らだったんですよ。で、秋元康様が見に来てくださってコメントを残してくださって、頑張ってねみたいなコメントを残してくださって、それの時に弾いてた曲が前田敦子さんのソロ曲の君は僕らだったんですよね。だからそれでなんか私にとって思い出の曲になったし、ちょっと話題にもなっていただいて、なんか見つかった曲だねみたいな。なんかその見に来てくれた時に NMB の曲でもなく AKB の曲でもなく前田敦子さんのソロ曲ってとこも良かったねみたいに言われて、だから私にとってその曲は勝手に全く自分の曲でもないですけど、あのすごい思い出の曲になったんですよ。だから好きなの。だから毎回ソロ公演で やってる理由はそれ。そう、だからただ好きなだけじゃない、もちろんメロディーも歌詞も好きだけど、そうそう、だから好きなんですよ。でただね、好きなだけじゃなくて自分にとって思い出の曲だから、君は僕らが好きな曲なんですよ。